花散るとも眩しい雪月か。誰や俺は。この店のオーナーの秋山という者です。宗師屋さんは。俺は真島組の南っちゅうんや。真島組？それってあの神室町ヒルズ建設に絡んでる東上会の大幹部の？そうや、あの真島組や。お、ちょっと待ったね。この曲、俺のお箱やな。よっしゃ、行くで。おい、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 おい。ああ、お前ら声出すや。って、あれ、あれれ。何やっとんじゃ悪い。いや、送信ボタンを押したつもりだったんですが、押し間違っちゃったみたいで。申し訳ない、暗かったもんで、つい。暗かったからつい押し間違えた？兄ちゃん、その話、ほんまやな。そうか。なら、ま、いいわ。南さんでしたっけ？あ、もや。あの、南さんのご用件は何なんでしょうか？おお、それやそれ。この店にリリって女がおるって聞いてな。なんや、えらいべっぴんさんらしいやないか。そんでちょっと指名したらなあかん思てな。リリですか。申し訳ありませんが、彼女は本日をもって店を退店しました。あ、なやと。そら困るわ。彼女に何かご用ですか？そう、俺も親父からその女連れてこい言われただけやからな。親父？親父ってあの真島さんにですか？そういうことや。せやからリリって女の居場所教えてもらえないか。お客様、申し訳ありませんが、キャストのプライベートを教えるわけにはいかないんですよ。そういったご用件でしたらお引き取りください。あ、何やと。私はね、一度自分の店で働いたキャストを理由もなく売るような真似はできないんですよ。なんや、かっこいいこと言うとるやないか。ええ、私は常にかっこいいオーナーでありたいんですよ。おもろい兄ちゃんやな。しやけどこっちも遊びやない。ヤクザが何もせんとタダで帰るわけがないやろ。金ですか？なもんちゃう。ちゃんとあんたの口からその兄ちゃんの居場所聞き出さんごとには帰られへん。どうしてもお帰りいただけないようでしたら、実力行使ということになりますので、よろしいですか？ほんと、いい度胸しとるやつね。ほんなら、こっちも力ずくでも教えてもらうで。Ha ha ha!
違いや、しぶといね。さすが真島組だ。くそ、また負けるわけにはいかんのじゃ。やめや。お前の歌は宴会の時だけで十分や。親父、まさかあの真島組長。この音痴から聞いとるかもしれんが、リリッチ女を探しとる。ここにおるんやないのか。彼女はもうここにはいませんよ。どこに行ったかも知りません。そっか、遅かったっちゅうことか。リリに一体何の用です。リリは柴田組に追われていた。まさか真島さん、あんたもそのことに関係しているんですか。そうなんか、柴田組が。教えてください、真島さん。リリは一体何者なんですか。なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか。あいつは、安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリの本名ですか。なんであなたが守る必要があるんですか。それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い。
おう、ヨダイ。おう。あ、マジマさん、いらっしゃい。お邪魔すんで。いや、それにしても暑いな。まだ4月やっちゅうのになんやねんな、この暑さは。なんや、30度もあるらしいわ。ほんま、この国がぶっ壊れとんのとちゃうか。この国っちゅうよりもこの世界やろ。これがいわゆる環境破壊っちゅやっちゃ。お、自分ちょっと頭良さそうやん。当たり前や。オゾンがどうこう言うてたわ。誰がや。うちの親父が。ハ、島の藩が。なんや、世の中の流行は環境問題らしいで。これからうちらの業界も環境に気ぃ使わんといかんらしい。はぁ、アホらしい。おれ。うわぁ、スイカや。せや、こないに暑い日にはちょうどええ思ってな。へぇ、春先でもこないに立派なの売ってるもんなんやね。ま、ちょっと高かったけど。せやけどしばらくの間こないなもん食えんようになるやろし、前祝いみたいなもんや。前祝い？おおやす子、せっかく兄弟が来てんねや。ちょっとビールでも買うてこいや。はいはい、行ってきます。あ、なんかつまみもいる？おう、頼むわ。わかった。なんや、安子ちゃん知らんのか。当たり前や。明日人殺しに行きますなんて言えるわけないやろ。他にも言い方あるやろ。俺ら二人明日から長いお勤めや。最後の別れくらいちゃんとしとった方がええで。いらん、そんなもん。縁起でもない。おい、それより例のあれ持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。何人くらいになりそうや。10人弱ってとこやろな。せやったら一人頭に 3,4 発使えるっちゅうことやな。十分な数や。なあ兄弟。逃げ出すなら今のうちだ。2対10、奇襲とはいえ圧倒的に不利な戦いだ。それにたとえ成功したとしても短くて10年、下手すりゃ無期懲、いや死刑だってあり得る。俺は天涯孤独の身だ。島野の親父を親父と呼ぶようになってから覚悟はできてる。でもお前には安子ちゃんがいる。冴島、お前本当に安子ちゃんを残したままでいいのか。兄弟、関西弁忘れとるで。あ？お前、人が真剣に喋ってる時に。俺は覚悟できとるよ。
俺もお前と同じや。笹井の親父のためやったら何でもやる。それに、それに、試してみたいんや。冴島大河っちゅう男がこの登場会でどこまで登れるのかをな。冴島、何しとるんじゃ兄弟。くそ。あ、俺や。笹井組の冴島や。今真島と待ち合わせの時間なんやけど、あいつ来えへんね。ああ、そや、ちょっとそっちで来よった。ああ、もうええ、昼で。なんや、10人以上おるやないか。この人だけは
守らなきゃならないんだ。これも親父が天下取るため。上野さん、堪忍や。助けて。降りろ。冴島大河だな。本日現時刻をもってお前を東京刑務所から沖縄第二刑務所へと移送する。今日からここがお前の棒だ。入れ。手錠出せ。食事は17時。それ以外の細かな規則に関しては渡した書類に書いてある。ここは普通の刑務所とは訳が違う。死刑が執行されるまで少しでも長く生きたいなら、せいぜい目立たないようにするんだな。
あんた、本当に冴島なのか。本当にあの冴島大河なのかって聞いてんだよ。せやったらなんやね。神様ってやつは本当にいるんだな。どうやら俺らにも運が回ってきたみてえだ。俺らが誰か分かってるよな。上野清和だよ。あんたに25年前殺された上野清和会の若衆の子分だよ。あんたに親を取られてから20数年、この日が来るのをずっと待ってたぜ。親取られた廃止っちゅうわけか。そんな簡単なもんじゃねえ。俺らの人生をめちゃくちゃにしてくれたあんたへの復讐だ。あんたに死刑は必要ねえ。きっちり俺らの手でぶっ殺してやるだ。人生がめちゃくちゃになったんは親が死んだせいちゃうやろが。我も極道の端くれやったらな、人生のケツくらい自分で吹け。何をやってるか。さっきの勢いはどうした。ああ、なんだその目は。まだ殴られたのか。うれ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 。おい斉藤。おい斉藤。おりゃ斉藤。終わりだこの野郎。何なんだこいつは。今日は執行日じゃないだろう。ここまでだ。どうしてだ。別にいいだろうが。こんなクズ一人殺したところで。先月もそうやって二人殺しただろう。ちょっとやりすぎだ。命拾いしたな。
お前にお客さんだ。俺は高くつくぞ。外のやつに指示してあんたの口座に一本振り込ませておく。それでいいだろう。ちょうど車検でな、新しいのに買い替えようと思ってたんだ。助かるよ。あんまり長居すんなよ。じゃ。そうだ。例の仏だ。監視の目を盗んでその手のプロだった囚人に媚びさせた。これでお前は棒を抜け出せるはずだ。まだ俺はやるとは言うてへん。やるさ。あんたはやる。やるに決まってるさ。清和会が生き残ってるやと。ああそうだ。上野清和は今も都内の島で活動している。組織を拡大してな。お前、俺がシャバのこと何も知らん思てでたらめ言うとるんだちゃんかい。嘘じゃねえ。それに上野は今じゃ途上会の親戚だ。あの事件の後途上会は上野と五分の逆立交わしたんだよ。どういうことじゃ。あんたは上野義治を取り損ねた。だが実質上あの事件の後の上野清和会は虫の息だった。しかし上野清和会は潰れなかった。なんでや。
それはな、あんたの親父さんのせいなんだよ。親父の？あの25年前の事件の直後、笹井のおじぎは事件の責任を取って急遽引退してしまった。もしあん時あんたの親父さんが引退してなければ、笹井組は直系の組として昇格してただろう。なんで親父は。さあな、笹井が消えちまった今となっては真相は分からん。だが笹井のおじきの引退により組は解散、そして昇格したのは他でもないあの柴田組だ。柴田組。そう、笹井組と直系昇格を争ってたあの柴田組だ。結局25年前のあの抗争事件は笹井のおじきとあんたから全てを奪い去っちまっただけの出来事だったんだよ。あんたの気持ちはよくわかるぜ、冴島さんよ。さぞかし無念だろうよ。あんたは極道としての義理を貫き通した。失敗だったとはいえ、たった一人で敵対する組織の幹部衆を18人もぶっ殺した。あんたは東上界の伝説なんだぜ、冴島さんよ。でもな、25年前のあの事件、実は裏でもっと面白い話があったんだよ。あの日あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。そうだろ。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。